はい、こんにちは、のじさんです。今回ね、こちらでございますね。パソコン。パソコンです。えっ、ー、とね、富士通の FMV G77TW って言って、Lifebook GH っていうね、えー、シリーズのものになるんですけど、あのね、これ僕、今まで買ったことがないタイプのパソコンで、パッと見一体型じゃないですか。これが外れるんですよ。まあまあ、それもよく見るじゃないですか。どういうことかって言ったら、 こうなっててね、これが要は、あれなんですよ。まあ、デスクトップパソコンでいうパソコン PC ケースみたいな。で、このモニターが要はその、独立して持ち運べるんですよね。まあ、言ったら、テレビでよくあるじゃないですか、ここがチューナーで、テレビ持ち運べるんです。通信でね、みたいなことをパソコンでもやるっていう、そういうやつなんですね。で、これが、えー、別に何なのってとこだと思うんですけど、個人的にすごくツボったんですね。 すごいコンセプトだなと思って。まあ、言ったら、この、ここでやってることをモニターとして持ち出して、これもちろんタッチパネルになってるんですよ。まあ、操作もできるし、まあ、まあ、ここに今キーボードも見えてると思うんですけどね。キーボード接続でも使えるわけで。いや、これすごいなと。まあ、ね、こういうのも全部、ぐしゃんとやってしまったのが、こう、MacBook、じゃ Mac、ま、え ?iPad Pro とかになるんでしょうけどね。あの、まあ、そ、これをもう少し、この、 この方式をね、もっと多分やれば、もっと面白いね、あのデバイス作れるんじゃないのかなって、勝手にね、盛り上がって、なんかその思いで買ってしまったってことです。えっとね、こいつが、これですね、え富士通の FMV G77DW ということで、液晶不良のため画面変色あり、Windows 10の 64bit 8GB バイトえー、i7-4712HQ 2.3GHz の 2TB ですよ。ということでね。えー、この中に、この中に、えー、ハードディスクがね、2枚入ってます。ここ背中にポンポンってね。で、これがブルーレイドライブになってるらしいです。なので、ブルーレイプレイヤーとしてもね、優秀ですよね。ここで、あの、入れて多分持ち運んで見れるわけですよ。こう、ここに張り付かずにね。 見えたりするんじゃないかなと思います。で、見えないと思うんですけど、この中ね、この中に、えっ、ー、とね、いろいろあります。ここね。あ、ピントが合わないね。ここね。乱ーと電源 HDMI3.0 が2つです。で、反対のね、ここ。ここが、えー、上からね、ピント合わないと思うんですけど、 上から電源、コネクトボタン。これはあの、えー、マウスとかとペアリングするやつね。SD カード3.02つマイクとイヤホンですよ。で、このモニターの方ですね。これが縦置きというきができて、縦置きの場合のこれコネクターです。当然この、この辺にね、横置きのコネクターがあって、こっち側に電源ボタンと、これ多分ミニ HDMI かな。 と、あと、イヤホンジャックと、電源ジャック。上にね、ここに、電源ボタンとメニューボタンと、電源ボタンと、メニューボタンと、リンクボタンがあるね。あいテスト台のとこで、どういう異常なんかは、一応確認しました。電源、そして、あ、ほら、入った、電源。緑色なんですよ、文字が。これ。 緑色になってるでしょ。白がね、緑に変わってるんですよ。で、まあ、こうなった場合、デスクトップだったら、さ、もうすぐグラボを疑うじゃないですか。で、これは、こっち側、後ろのこの、弁当箱の方に、グラフィックとか、まあ、そういうマザーボードとかが全部入ってるんで、違うはずなんですよね。そっちに問題があるんだったら、問題があるんだったら、 まあまあ、そっちを直さなきゃいけないけど、こっちだった場合、この、モニター側の問題だったら、中をね、分解して多分、線の抜き差しでワンチャンいけんじゃないかな、と思っています。で、今ちょっとやるべきかな、と思っているのは、さっきのね、HDMI に、これを繋いで、ミラーリングして、向こうも、色が変わってるからです。変わらなかったら、モニターのせいですよ。時々荒れるんですよね。あ、ほらほら、荒れた。 あら今ここも荒れてますね。ここも荒れてる。あここも荒れてる。はい、えー、こんな感じですね。完全に色がおかしい。こっちがほら、ミラーリング白鵬です。普通に出てるでしょう。なので、この液晶側にやはり何か問題があるんじゃないかなと思います。で何よりもね、遅延がすごい。ほら、遅延してるでしょう。遅い。 遅すぎる。遅すぎるし。<laughs> はい。えー、今ね、タスクマネージャー見ていただいてるんですが、あの、ありえないぐらいの遅延、挙動の遅さは、おそらく、まあ、ハードディスクとかが原因ではないっぽいですね。で、多分モニターとマザーボードの多分接続の遅延が、ああいった挙動を生んでるんじゃないかなと思ってます。まあ、ほぼ確実でしょう。で、これまあ見てもらってる通り、 まあ、こういったね、ネットワークとか、GPU とか、まあまあ、CPU についてはね、やっぱ I7 だけあって全然大丈夫。メモリアはまあ、これ 8GB しかないんでね。まあ、ディスクはね、SSD にすればこんなの全然もう、すぐ改善しちゃう感じじゃないかなと思います。その他は別にね、これといって、これといって、何も特筆しすべきものは何もないですね。 は、そうだなおお、ホラーみたいなのに表示になったぞ、今度は。大丈夫かこれはホラーじゃないか。おーおー、どういうことや、どういうことや。遅延臭いんですよね。もう思いっきり遅延してるんですよ、これ。表示されないよう、まあ、されてるんだけどね。これ、完全な遅延っすね。 これについては、これはちょっとわかんなかった、知りたくなかった、知りたくなかった不具合です。相変わらず遅延しっぱなしでまだ表示してくれてないですけど、白戻りましたね。分解するまでもなく、白は戻りましたよ。<laughs> もう意味わかんないわ。ちょっと待ってこ、これミラーリングしようか。ミラーリングの方がいい気がしてきたな。頑張れ、頑張れ。 頑張ってくれ。遅いな。でもまあ、一応表示はされるから、分解は知れなくて良くなったな。あとはこの遅延だ。遅延をどうにかしたい。ちょっと待って、調べる。はい、えーとね、やりました。もう解決した、しましたね。わかりますよこれ。今、ここでもぐるぐる回してますけど、そこまで遅延がなくなったと思うんですよ。も、ま、う、あ、なくなったんですけど、えー、な何,何かというとですね、あの、今、この開発者さんの、 記事を読んだんだです。このライフブック GH77 スラッシュ T っていうね、えー、通称こういう型番らしいんですけどこれをね作られた方の無線技術開発っていうのでね富士通の、えー、開発者さんの川野さんかな、えー、川野さんっていう開発者さんと細川マネージャーさんがね商品企画商品についてこう語ってるね記事を読んだんですよでまあまあ あの、これを開発するにあたって、ま、いろいろ悩まれたそうで、やっぱ一番の悩みは、この、いわゆる、パソコン基板と、この持ち運びできるモニターの、この無線での、やりたりを、どうやって知恵なくやるのかっていうのを、頭、悩まさラダみたいで、で、じゃあどうやってやん、ねんやって話になって、2.4ギガは、本来のその、Wi-Fi に使われてるんで、5ギガ使うかって話になったらしいです。5ギガヘルツね。 いや、まさに今 5GHz 大公開時代や、みたいな感じでですね。今、5GHz が私の屋はもう、メッシュ Wi-Fi でね、5GHz 空間になってるんですよ。で、今、もしやと思って、まあ、このパソコン以外、メインパソコンとか、まあ、この辺転がってる Wi-Fi 端末、まあ、ちょっと一部を除いて、まあ、スマホとかね、iPhone は全部 Wi-Fi 切ったんですよ、今。で、だいぶも良くなったんですよ。 だいぶ良くなったけど、これは無理やぞって話になって。いや、待てよと。もしかしたら、基板と、マザーボードと、こいつ自体もちょっとなんか悪さしてんじゃないのかなっていうので、今、えー、もしやということで、優先化しました。優先化したら、もう完全に、治りましたね。クソが。ク <laughs> ソが。なんでやねん。なんでやねん。まあ、ええー、けど。 ええけど、いや、奥が深いわ。えー、で、この状態で、残りの Wi-Fi とかを、今切った Wi-Fi、えー、私のメインの携帯とか、まあまあ、あの、あらゆることに使っている、他の過去の iPhone とか、あとメインパソコンの Wi-Fi も戻そう。まあね、全 Wi-Fi、Fi、復活しました。復活したし。お前は かしたこれで遅延はああ、あ,ーあーでも、いいよいいよ。有線で繋いだら大丈夫。お客さん、有線ですよ。有線で繋いだら大丈夫です。やべ、直す、直すことなくなったわ。いやー、いいじゃん、いいじゃん。え、じゃあ、今これで。うん、全然ほら、全然いけるでしょ。 全然いけてんじゃないですか。ほら、全然。ほら、全然いけてるわ。ああ、いい、いいね、いいね。気持ちいいわ。気持ちいいわ。マジか。すげえじゃん。はい、えー、全然ね、ちゃんと動いてますね。で、ハードディスクの方も、なぜか1ギガしか、あの、スレージ表示では出さなかったんですけど、ちゃんと、えー、2つとも認識してますし、多分ディスクの管理を開いたらもっとわかるかな。 リスクの管理を開いても、ああ、ちゃんと二つとも認識されてますね。C と D で来てますね。なので D で。うん、C と D で、それぞれ1ギガっていう感じですね。まあ、これを SSD にするともう少し違うんですが、ちょっとね。 あの、ワイヤレスモニターになってるんで、まあ、動作が早くなるんだろうなっていう風なとこですね。やってもいいけど、やってもいいけどなっていう感じになりそうです。まあでもこれはですね、本当に夢があるな。本当にこういうのでもう少し、なんだろう、技術が伸びりゃいいんだけどね。やっぱその、今回はこれ、 あれですよね。その無線化したことによる弊害で、こいつ自体はやっぱりこう、インターネットは優先でやらないと全然安定してくれないし、まあそこがね、ちょっとどうかなと思います。で、こいつ自体は、まあその、希望というか未来というか、その、こっちの置き方の箱の方をモリモリスペックにして、あの、運べたらめちゃめちゃいいやんって話なんですけど、こいつ自体はもう一体化、 パソコンと同じようなもんです。あの、77って、AM77 って、富士通の間のね、この世代のノートパソコン、僕過去に持ってたことあるんですけど、多分それとスペックはそんなに変わんないと思います。あのー、普通にね、やってることは一体型パソコンなんで、ただ持ち出せるっていうことが、やっぱりすごくって、 あの、まあ、ノートパソコンも運べるやんって話なんですけど、これめちゃ軽いんですよ、これ。こ、この、すごいと思いますよ。で、こスピーカーもこいつついてるんで、ちゃんと、あの、このね、ディスプレイのスピーカーを選択すれば、あの、持ち出してても音はこいつから聞こえます。一個問題があるとしたら、マイクっすね。マイクはこのモニターにはついてないんで、えー、例えば持ち出したトイレとかで、音声入力でな、例えば YouTube の検索をかけたいなとかってなった時には、 あの、大声で喋るか、ここになんか、マイクか繋いでやらないと、多分無理、じゃないかなと、思います。それぐらいかな。まあまあ、最悪ね、あれだったら、この、これ、これモードになっているときは、あのー、キーボード出してやれいいんだから、キーボード。キーボードどうやって出すんだタブレットモードか。タブレットモードじゃ、こうやったらな、キーボード出せますからね。こういう風にして遊んでもいいでしょうし。はい。えー、ということで、ね、今回はこちらの、えーっとね、 富士通の FMV-G77TW っていうね、えー、一体型パソコンのご紹介でした。まあ、一体型なんですけど、モニターを取り外すことができる。一体型のくせにモニターが独立しちゃうっていうね、えー、パソコンでした。あの、今はこういう後継機がないんだと思います。えー、これ自体はね、面白いコンセプトで、だなと僕は勝手に思っています。あの、なかなかいいなと、本当に思ってるんですけど、 まあね、その、対域の、その、ぶつかり合い、干渉し合いがやっぱりあるからっていうようなところで、うん、まあ僕もね、色、確かに変色するっていうブログを残してる人ってもうあんまりなかったんです二人ぐらいいたんですけどね。色がちょっと変わってるんですよね、みたいな話はあったんですけど、今とここれ、いけてるのはもしかしたら充電が満タンになったから電気がちゃんと供給されて、ちゃんと表示されてるってうのがあるかもしれない。 あの、ポップノイズみたいなのが出るのはもう明らか、あの、通信のミスなんで、あの、まあ、僕がやったみたいに本体優先かとかすればだいぶマシかなと思います。で、あとは、そうだな。あとは、うーん、そんなもんか。まあ、これでマインクラフトとかやってるっていうブロガーさんもいましたけどね。まあ、それぐらいじゃないですかね。ガチのゲームは絶対できないと。 思います。もう単純に YouTube 見たり、まそれこそ DVD とブルーレイ流してね、持ち出して、あの、手元でね、見るっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思います。こいつ自体にもイヤホンついてますからね、イヤホンジャックでつけてみてもいいんじゃないかなと思います。まあね、遅延が起こったりする可能性があるから、こいつにイヤホンつけてみるのが一番遅延がないんじゃないかなと思いますね。 はい。ということで以上でございました。えー、何かあればぜひ評価やコメントいただけると嬉しいです。えー、他にもいろんな動画を出すと思いますので、もしよ,ければよろしければチャンネル登録いただいて、他の動画も見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、さようなら。